ハワードで始まりました基礎英文法講座ですね、今回は時制の2回目ですね、状態動詞と動作動詞ですね。聞いただけでですね嫌になりそうなやつですけど、ね、やっていきましょう。まずですねいつも通り問題を解いてみましょう。さあ空想に入るのは一体どれでしょう。 Can it あって The story、ね、Knowing, owning, enjoying, belonging。 注目したいのはそう be 動詞足す ing になるわけですね。いわゆる現在進行形って言われるやつです。で実は know, own, belong っていうのは基本的には進行形にしない動詞です。なので答えは3番になりますね。そのストーリーを楽しんだっていうやつですね。この本読んでてわあ面白いっていう感じですね。で実は英語にはですねこういう現在進行形できない動詞がある、ね、そいつらのことをよくね状態動詞っていうふうに言われるんですよ。あんまり予備校の先生とかいないですけど、いいか状態動詞は状態を表す動詞だ、動作動詞は動作を表す動作だ、ファッファッファみたいですね。から何みたいですね。それじゃ何の説明にもならないので一応やっときます。まあさまざまな説明がなされますね。所有、感情、思考とかっていろいろ言ったりするんですけども、一番まあ分かりやすいっていうのは状態動詞っていうのは始めや終わりがはっきりしない動詞って覚えておくと応用が一番効くかなと思います。いろんな説あるけど始めや終わりがはっきりしないっていうのが一番例外が少ない。意識的にやれるのが動作動詞とかって言うんですけど、雨どうすんのですね、It's raining とかですね、石ない、何の石、紙の石みたいなね、どんな雨もね、必ず止むんです。で、所有してるっていうものですね、車買ってさ、いつその車がなくなるかなんか分かんないじゃん。そういうものなんですよ。所有物って分かんないですよ。belong 所属するってやつですけど、部活動とかだったらさ、まあ、引退があってとかってあるかもしれないですけど、で会社に所属してね、その定年までいるかなんか分かんないでしょ。Love どうですか I love you とかね言うでしょ、ね、その人をいつ好きになって、ね、いつ嫌いになってしまうかなんて誰にも分かんないですね。いつ嫌いになるか分かんないじゃないね。ね超ラブラブカップルっつったってさ、ね、はいカップルチャンネル始めましたどうせ別れるんでしょ、はい、で一番進行形にできない度が最も高いのがこれですね No ですね。知っているっていうのはさいつ忘れるかなんて分かんないじゃん誰にも。そうでしょね、私がこうやって一生懸命説明して「うわへへへ」とか言ってね覚えてたものもいつ忘れちゃうか分かんないでしょ、ね、吉野先生の授業のね助動詞とかねルーラルスーサーシムとかって覚えてもいつ忘れちゃうかなんか分かんないでしょ。だから覚えているとか忘れるっていうのは進行形にしにくいんですよ。もちろん例外はありますよ。例外ばっか持ってきて「うえー」とかっていう人本当多いですけど、で動作動詞はやらないですけどいや状態動詞の方が少ないから、なのでこっちをやった方が早いです。わざわざ動作動詞を暗記するとかってやる必要はありません。受験で狙われる状態動詞をまずは覚えていきます。はい、I have a car っていうわけですね。はい車を持ってるようですね。同じように I own a car とかね。はい、で、あ、関心弱いですから、だからくっついちゃいますね。女みたいな、幅みたいなですね、合体しますね。I have a car, I own a car みたいな感じですね。私は部活動ですね、テニス部に所属してますだったら、そう、I belong to the tennis club っていう形になりますね。belong to っていうので、まあ覚えますよね。必ずしもね、to だけとは限らないんですけど、一応入試では belong to で覚えておきましょう。で、belong to the tennis club ってやつなんですけど、the ですからね、結構、belong to tennis club って書く人がまあ一番多い。ザついてないで次に多いのが belong to a tennis club って書いてくる人がいるんですけど、あって言っちゃったらなんかテニスクラブ複数ある感じがしちゃいますよ。その学校にね何個もテニスクラブがあってそのうちの1個に所属してますみたいなねチャラい大学のサークルみたいになっちゃいますから、そうじゃないでしょ。大体部活動1個しかないですからだってつくことがほとんどです。はい I love Ken ね Ken が好きですってやつですねとかね。じゃあジョン嫌いですね I hate Johnね、気づいてました。うちの例文ケンはいい人でジョンは悪い時に結構出てくるって気づいてましたこれなんですけどまあ知ってますよ。どうせねこれ上げてくるんでしょ、ね、I'm loving it とかってね出してくるんですよ、ね、M ドナルドのさコマーシャルに出てきたせいで知ってますよ。私もアメリカ行って英語を教える授業で出てきてその文法のクラスで「はい間違いはどれでしょう」みたいなですねので出てきて「I'm loving なんとか」って出てきててね、はい、これみんながね「love は状態動詞だから進行形できないですね」バツしたらね先生がね「実は言えるんです」みたいなですねそういう授業もあったんですけど、知ってますよ、そう言えるし、言えるのは知ってるけど一応ダメで覚えておいてください、ね、すごい口語的なんですよ、宇宙好きみたいな感じですけど、そんな例外ばっか覚えてたらもうしょうがない。英語は例外だらけ、言語は生き物ですからどんどん変わっていくのでそれしょうがない。古文はね死んだ言語ですからいいですけど、ね、例外は少ないけど英語は山ほどあります。でなんかスラングばっか覚えるのやめてね、レベニーとかですね、かっこつけてやるのはかっこ悪いですから。だから言ってたよ、アメリカで英語を教えてる先生がさ、日本人って「wanna」ってよく使うじゃない。「I wanna do that」とかってね使いたい、「gonna」とかさ使いたいわけですよ。「going to」の意味ですね、「be going to」ですね。I'm gonna とか言うわけですけど、すごい嫌がってましたから。もちろん英語が使える人が言うんだったらいいんですよ、自然だから。で英語は全然できないのに「I wanna do that」とかって言ったらもう全然発音できてない、なんでここだけ「wanna」なんだってね。そもそも発音ができてこう短くなった時に言う表現なのにみたいな。だから英語に敬語はないとかってよく言われますけど、場面に合わせた英語っていうのはあるわけですよ。このビジネスミーティングの時「I'm revenue」とか「I wanna」とかってですね言わない方がいいですよ。あなたが就職の面接でさ入ってってさ「うちの会社は」とか「超やべえ」とかですね「マジイケてんだけど」とかって言ったらほわってなるでしょ。同じです。まあ罠はそこまで強くないですけど、場合に合わせてください。ラブニットとかですねいるんですよ。確かに NG を全部 N で発音する人で、ある女性が全部 NG を N で発音したんですよ。でその女性が帰った後に「あもう全部 NG を N で言うからすごい低俗な人に聞こえて嫌だった」。はい、I know John ですね。はい、ジョン知ってるよ。ね、I'm knowing ってほら日本語のているってついちゃうからさ、だから I'm knowing って言いたくなっちゃう人いるんですけど、I know John です。いいですね。はい、I remember John ですね。ジョン覚えてるよ。I forget John's face ね。あ、ジョンのフェイス思い出せないんだけどですね。進行形にできない。もう忘れちゃったよって完了形とかね、過去形で使ったりすることもあるんですけど、I forgot John's face とか I forgot John's face っていうふうに使ったりすることもあるんですが、現在形でも全然使えます。ね、ただしこの進行形で使えないっていう感じで出てくるんだけど、例外があってそれが結構出ちゃうことがあるんで知っといてください。John is always forgetting ですね。いつも忘れちゃうよってやつですね。この be always ing とかって覚える人もいるんですけど、でいつも何々ばかりしてるっていうふうにね記憶するんですよ。そしてそれは状態同士でも進行形で使えるんだらファッファッファって覚えるんですけど、いやこれで覚えればいいです。これぐらいしか出ないから。途中であるっていう意味の進行形じゃなくて、それ何回も繰り返しやってるっていう意味の進行形なんですよ。ちょっと別のキャラクターなんですね。でなんで状態動詞ってさ使えないのって思うよね。状態動詞ってどんなものだって言いました？そう。始めや終わりがはっきりしないもの、ここがぼやぼやぼやってなっちゃうんですね。そういったもののことを状態動詞って言うんですけど、始めや終わりがはっきりしないってことは途中もよくわかんないんですよ。だから進行形と相性が悪いんですよ。始めもわかんないし終わりもわかんないし途中もわかんないんですよ。ただし気をつけなきゃいけなくて、have とかってね所有してるだけじゃないんですよ。他の意味もあるんですよ。いろんな意味があるとしてますね。でその他の意味の場合は状態動詞じゃなくなるので気をつけなきゃいけないです。例えば I'm having fun ですね。楽しんでるよっていう形ね。 have fun 楽しむって意味ですね。この場合は持つという意味ではないので進行形にすることができます。で他にも I'm having lunch ランチ食べてるところですよ。そう食べてるっていう時には進行形にできるわけです。気をつけなければならないのがこういうやつです。 have とか look smell taste とか stand っていうのを気をつけなきゃいけません。でまずねこの look ですね。 I'm looking at you っていうのはこう意識的に自分でこう見れるわけじゃないですかね。だからこう普通に進行形に使えるわけですね。でもね You look good みたいな形ですね。この見えるっていうやつね。このSV 覚えてますか？C だよね。これね形容詞ね。後ろ就職してる相手がいない場合は SVC の C になるってやったやつですけど、この形の場合は見えるなんで、いつから見えていつ見えなくなるか分かんない、始めと終わりがはっきりしないから、状態動詞って言われるやつです。なんで基本的には進行形にしないよっていうふうに習います。で確かに学校でそう習うのでそう覚えておけばいいですが、実際の英語はね、かなりこの「You're looking good」みたいな形で使うことは多い。一時的なものだよっていうね。そう進行形には一時的を表すものもあるから進行形で使えるんだっていうふうに教える人もいるし、まあ別にそれでもいいですが、実際ねすごくよく使う表現なんで「You're looking good」ね、まあ何回も言われたことありますよ。だから普段パーカーとかしか着ないのになんかスーツとかね着てたりすると「あ、なんか今日かっこいいね」みたいなですね「You're looking good」って言われて、その時にそうアメリカで「進行形にできないって習ったのになんで?」って思ったことはあります。自分は一時的にしかかっこよくないんだ、普段はかっこよくないんだとかって思ったのを覚えてますが、まあ非常に日常よく使う表現なんですよ。You're looking good ね。でも一応はね進行形にあんましないんだと覚えておいてください。はい、次ね、smell ってやつですね。Can I smell in the flowers? って言ったら自分の意思で花の匂い嗅げるわけじゃないですか。だから進行形ねになっている動作動詞だっていうふうになるわけなんですが、これも同じようにThe flowers smell good みたいな形で SVC っていう形になる場合は、花はいい匂いであるっていうのは花からいつねその匂いが出ていつその匂いがなくなるのか分かんないですから、花っていうのがいい匂いだっていう場合は進行形にはしないんだというふうに覚えておけばいいです。でもね、うちにはねお抱えネイティブさんがいてですね、これ全部見てる人がいるんですけども、その人がね「言えるじゃん」って言ってました。はい、でも例外ばっか覚えてたらさもう先進まないので、基本はできないんだなっていうふうに覚えておいてください。まあ、状況をねすごく考えればできることはできるんですけど、ね、基本はしないんだと覚えておいてください。はい、これもそうですね。「Can it taste in the wine?」って言ったらね、ケンは意図的にね自分の意思でこうねワインをこうねテイスティングしてるわけですけども。This wine tastes great ですね。このワインすげえいい味してるよ、ね、っていうまた SVC の場合はそれこの味がいつから始まっていつなくなるかが分かんないですよね。だから状態動詞として基本は使うんだっていうふうに覚えておいてください。自分で意図的に始めたり終えたりすることができるものは動作動詞で進行形にできるけど、いつ始まっていつ終わるか分かんないやつの場合はで状態動詞って言われて進行形には基本的にはしないんだと覚えておいてください。最後、スタンドですね。こういうやつも気をつけなければいけません。どっちが入るでしょう。はい、The tower なんとか The top of the hill。hill は丘ですね。丘の一番てっぺんのところにタワーが立っているっつった場合、さあどっちでしょう。答えはこっちなんですね。はい、The tower stands at the top of the hill っていうのと Ken is standing over there ケンはそこに立ってるよっていうのでこれ違うんですよ。わかりますか。上の方はタワーっていうのは自分で立ったり座ったりできないですね。立ち始めるとか立つのをやめるとかできないですね。それに対して人ですね、Ken is standing over there そこに立ってるよっていうケンは自分で立ったり座ったりできますね。そう、始めや終わりがはっきりしてますね。それでは同じ動詞でもこういうふうに状態動詞的に進行形にできなかったりするわけなんですね。その意味によってね分かれることだってあるんですよ、使い方ね。はい、そういう形ですね。こういったところもきちんと覚えておきましょう。基本的には状態動詞は始めや終わりがはっきりしてなくて進行形にできない、そう、B+ing にできない、進行形にできないっていうのをはっきり覚えてください。例外ばっかり覚えてもしょうがないですから。まずはそういったものなんだなと覚えていきましょう。具体例をね使ってちゃんとねその違いとかっていうのは覚えていくことをお勧めします。はい、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。